作業場でのラーション。背後に、グスタブ・バーサのストックホルム城入場の下絵が見える。国立美術館に展示中の、グスタブ・バーサのストックホルム城入場。グスタブ・バーサのストックホルム入場は、カール・ラーションによる絵画作品である。1890年、スウェーデン国立美術館において、館内の壁に描かれるフレスコ壁画のコンペティションが行われ。 翌1891年にはラーションが1位を獲得し、壁画の最初のスケッチが描かれた。1904年には大きな油彩主体を描き、国立美術館に提出して1906年に、これが国立美術館より承認された。1908年には国立美術館の壁画制作委員会との間で契約が締結され、これによりラーションは、 国立美術館の壁画を一面を除いてすべて手掛けることとなった。1523年のグスタブ・バーサのストックホルム入場のテーマ自体はウプサラ大聖堂のバーサレーハイ堂に JG ・サンドベリーによってフレスコ壁画としてすでに描かれている。ラーションはサンドベリーのフレスコ画での正しい時代交渉に基づいて描いた。王の服装は1981年に描いた台。 一スケッチでは、ルネサンス時代の衣装と宝冠であったが、兜と鎧で全身を覆うように修正し、その後兜を王冠に変更した。最終的には、王冠も外され、現在見られる姿となった。壁画は、ラーションが希望して、それまで制作してきたフレスコ画ではなく、油彩画で制作された。4枚のキャンバスで構成された 700cm1400cm の、 大きさの壁画で1908年に完成し、ストックホルムのスウェーデン国立美術館の階段ホールの上部の壁に展示されている。視界から上がる階段の途中の踊り場から絵を見ると、ちょうどグスタブ・バーサの騎馬像を見上げるような格好となることから、ラーションはその着想を1891年から描いている、終作の理念に書き記し、 踊り場から見上げた壁の鉛筆下絵も残している。なお、カールラーションのもう一枚の有名な絵が、当時の生贄が残された最後の一面の壁を飾ることとなり、現在、グスタブ・バーサのストックホルム城入場とは階段を挟んだ反対側の壁に展示されている。ありがとうございます。